スーパーマスコロイダーアルファにスライスカッターを装着した粉砕例を見てみましょう。今回はキュウリを粉砕します。スーパーマスコロイダーアルファの上蓋を開いた状態です。投入された原料は輪切り円盤の回転によりスライスされます。粒子サイズは輪切り円盤を交換することにより調整できます。粉砕された原料はシューターより排出されます。スライスカッターは 1.5 ミリ、3ミリ、4ミリ、6ミリを用意しております。